1925年頃のカトリーヌ・エスラン・カトリーヌをモデルとして描いた、ピエール・オー・ギストル・ノワール最晩年の作品、レ・ベイ・ヌーゼス。カトリーヌ・エスランは、フランス・マルヌ県出身の女優。ただし、一般的な知名度は、後期印象派の巨匠、ピエール・オー・ギストル・ノワール晩年のモデル、愛称、デで、かつ、ピエールの息子で、映画監督、ジャンル・ノワールの最初の妻としてのものが大きい。 1920年にジャンと結婚。1921年には、長男アランも生まれた。カトリーヌはかねてより女優志望が強く、ジャンが映画監督となったきっかけも、カトリーヌの希望を叶えるためであった。1924年に制作された、カトリーヌで銀幕デビューを果たすが、ジャンの初監督作の、水の娘をはじめとして、その出演作品の多くが、 ジャンの監督作であり、またショーレースとは無縁であった。1931年に、ジャンが初のトーキー映画となった、メス犬の主演女優に、ジャニー・マレーズを抜擢したことで、ジャンとの夫婦生活に亀裂が入り、1943年に、ジャンと離婚した。離婚後も、複数の作品に出演したものの、大きな印象を残すには至らなかった。1978年9月に、 パリ郊外で没した。ありがとうございます。